旅の扉入手したから、なんかあるはず。ない。夢の中に何も見えない。よし。いや、シモ様、姫様からお聞きになりましたか？ルビスの命で、命でここに向かっているという三賢者のこと。そうです、その三賢者こそ僕が探していた人たちなんです。物を作る存在であるシモ殿に、こんなことをお願いするのは気が引けますが、これもルビスの導きというなら従う他はありません。そのうちの一人の居場所をお教えします。コンパスを頼りに探してきてください。あ、そんなノリお前ら。なるほど。あ、そうだな。うん。なんか、ここは別にスキップして良さげな会話だ。オッケー。さあ、じゃあ行くか。ま、なんか適当にここでも行くか。新たな場所への扉が開いたー。レッツゴー。うわあ、やっぱこれなのよ。パパパパパパパ。え、これさ、あれ？街の外の BGM と違う？これ。ちょ、外の聞いてみよう。あ、一緒か。なんかあれだわ。この言立て、縦ごとか、縦ごと使ったら、BGM 一緒かどうかわからんくなるわ。おっしゃ。まあ、通常 BGM でいきますか。うわぁ！ここどこー？何してる人？あなた何をされてる方なの？和田アッコちゃん。あら。あ、でもなんかそれなりにキッチンあるね。トロール、ボストロールがいる。ボスじゃねえや、トロールがいるわ。トロールね。あ、なんかあれなのか、通常モンスターとしてのトロールなのか、こいつら。ん、硬すぎー、強すぎー、硬すぎー。あ、違う、石の、お前、石の剣とかゴミ持ち合わせるな、お前。だから苦戦してたんじゃねえの、お前。もしかして。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。どんぐらい？あ、10倍入ります、攻撃力。よし、とりあえずじゃあ、一賢者のとこ行っか。こっち行こうか。え？モンスターを倒せ。どこ？あれか。メーダだけは。あ！アメちゃーん！うわーギャー！そこなんだ。ちょっと進まないけど手を貸しておけ。遅れ。あ、私は目ん玉が一つで腕がうねうねした魔物が大の苦手でね。そこにある魔法のた、違法で、あたりの魔物どもをぶっ倒しておくれ。任せろ？得意よーん。まず、これぐらいの距離です。死ね。全員灰となれ。おれ灰となれ。マジで。ふい。あー、ギリギリ倒せねえか。ちょい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 。旅人の服壊れちゃった。あいつらやるか、遠距離攻撃してくるゴミども。俺死ね。え、肩避けながらだな。やばいじゃん。ない。回復ソースない。秘宝回復薬ない。あ、手でやれる、物理でやれるじゃんこいつ。よし、避けて。痛すぎ。え、やばいやばいやばい。よいしょ。よっしゃー。あーめちゃん、おお、メータたちを倒してくれたんだね。あんたなかなかやるじゃ。あんたシモン、あんたどうしてこんなとこにいるんだい。助けに来たのよ。うん、ルビスの導きで集まった三賢者を迎えに来ただって。あはは、バカ言ってんじゃないよ。私の顔が賢者って顔かい。まあいいさ、実はね、あんたのために持ってきた大切なものが魔物どもに奪われちまってね。その魔物はきっとこの先にいる。さあ、私と一緒にぶっ倒しに行くよ。太陽の石を無事に取り返したら、あんたの町まで連れてっておくれ。シモ、なんだか懐かしいね。久々に一緒に人暴れしてやろうじゃないか。別に累戦に来てないですから。
泣いてなんかないんだからね。ちょっと、うるってなってなんかないんだからね。やばいわ。俺の涙腺に来てます。マジかい。しかもダメだ、ミミックダメ、ザキ絶対ザキする。マジでやばい、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 死ねー。大砲芸なんだから。2回攻撃知ってる。避ける、かわす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 、絶対かわす。回復か、死ねー。いけんくないな、これ。いけないことない。ちょっとアメちゃん、何倒れとんのお前。俺、よっしゃー。よっしゃ、あとはこのクソ宝箱だけだな。よいしょ。痛恨にだけ気ぃつけたら大丈夫か。死ね。おれ、全然殴った方がいいかも。よいしょ。魔物たちの持ち物の中に見覚えのあるものが入っていた。太陽の石、あれね、マイラがライアクリアするときに使ったやつね。さあ、じゃあもう入手したから帰る。キメラの翼もあるし、体力もないし、ちょっと回復薬もな、作っとかないとな。イヤホー、なんかある。四角い建物、何かある。ただいま。さあ、じゃあちょっと結構頑張ったんで、今回ここら辺でした。終わらささ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 さ。マジかよろしくお願いします。よいしょ。はい、新発見なんですけど、懐かしの建具とさ、置いてぶっ壊しても BGM 変わったまんまなのよ。だからあれだな、今後はポータブル建具とで行こうと思います。俺の好きなタイミングで BGM 変えたり変えなかったりっていう方針でやろうかななんて思ってますので、よろしくお願いします。で、アメちゃん来たんでね、ちょっとお話聞きましょうか。その前に、あれだ、あれ作っとかねえと。旅人の服作っとかねえとな。で、どうせぶっ壊れるから2着ぐらい作っとくか。な。こんなん、いくらあっても、ええですからねー。よし。よ、アメちゃん。へえ、なかなかいいところじゃないか。ここ温泉はあんのかい。あ、ないな。そうかい、温泉はないのかい。ち、長旅の汗を流したかったんだけどね。しも、いよいよなんだね。いよいよあんたが竜王をぶっ倒すときなんだろ。いや、倒したいけど、個人的には。私はあんたがマイラにいたときからこの時が来るって思っていたのさ。だからね、しも、私たちが住むマイラに古くから伝わる王者の剣の作り方をガロンやギエラン調べさせておいたんだ。時が来たらしっかりあんたに教える。まずは少しだけ旅の疲れを癒させておくれ。おっと、そうそう、あんたにお土産を持ってきてやったんだった。私たちのさ、発明の成果さ、取っておきな。おっ、直撃きた。大島殿は三賢者の一人を連れてきてくれたのですね。ふむ、あれがマイランスマアメルダという方ですか。賢者というには、なんというか、その筋肉が豊かでなかなか荒っぽそうな女性ですね。まあいいだろう。え、あれで発明家なんですかって、あなたの、あれで発明家なのですか。あなたとコンビで様々な兵器を開発したと。人は見かけによらぬものですね。頭の中まで筋肉でできてそうな女性なのに殺されるぞ。お前、見かけによらぬといえば、下野殿、魔物たちの王である竜王というのは一体どのような魔物なのでしょうか。なぜ竜王は人間から物を作る力を奪ったのでしょう。確かに物を作る力を失った人間たちは見る間に弱体化していきました。しかし、なぜわざわざそんな回りくどいやり方を。どうせなら人思いに滅ぼしてしまえばよかったものを。確かに。おっと、今のはさすがに、今のは言い過ぎましたね。しかし、竜王はいくら魔物とて王の中の王とも呼ばれるほどの魔物です。見かけは魔物なのでしょうが、何か特別な考えがあったのかもしれませんね。鉄のインゴットかける GO。 さあ、じゃあどうする、他の子行くか。よし。まあ、超激突マシンがあるからな、移動は楽ちんよ、間違いなく。ですね、こっち行こうか。ルル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 、全然移動楽じゃねえわ。ぶつかり散らかしてる。ルルルルル、これ壊せんのかな。あ、壊せる。負け戦の旗、負け戦か。あ、トロルだ。おめ知ってるか、超激突マシンって。人が死ぬんだぜ。あ、漏れなく全員死ぬ装置なんだぜ。マジで火力高え。一番火力高えんじゃねえの、下手したら。
だからなんか剣とか振るうより全然こっちの方がいいのかもしれん。よし、じゃあ登っていこうか。いや楽だな、移動が。超激突マシン、マイラ1、マイラ1っていうかドラクエビルダーズ史上一番の発明なんじゃないの、下手したら。あの明かりがあるとこか。これさ、高いとこから飛び降りたらどうなんのこれ。うえ、1ダメー、ほぼ無傷です。こんなのてかあれか、毒沼の1ダメだからダメージくろー出ないよー。ルルルルン。